岩徳線は、山口県岩国市の岩国駅から総高森駅を、経て、道県周南市の串毛浜駅に至る、西日本旅客鉄道の鉄道路線である。全線非電化、単線の路線だが元来は、山陽本線の短絡線として計画され、旧山陽道に沿うルートで建設された、歴史的経緯があり、やや急な勾配と長いトンネル区間を有する。全区間を、 広島支社の徳山地域鉄道部が管轄している。路線図や駅刑事時,時刻表のシンボルで使用されている。ラインカラーは青緑。山陽本線の岩国駅串毛浜駅間、山陽新幹線の新岩国駅徳山駅間は、経路特定区間に指定されており、この区間を通過する場合の運賃、料金は、岩徳線経由の営業キロ及び対応する、運賃計3キロで計算する。 各駅に停車する普通列車のみで、快速列車は設定されていない。岩国駅、徳山駅間の列車が1時間の2時間に1本程度が運転されている。平日と土曜日の朝には、須王高森発岩国駅の列車がある。この区間列車以外はすべて、山陽本線に乗り入れて、徳山駅発着で運転される。このほか岩国駅、川西駅森が原神号上間には、 西木川鉄道西木川清流線の列車が乗り入れている。かつて JR 西日本が関山線区において線路保守のために月1回程度日中の列車を運休していた時は当線もその対象となっており、奇数月の第2水曜日に日中運休していた。ただし、岩国駅森が原信号場間に乗り入れる西木川鉄道の列車は、 当該運休時間帯でも運休していなかった。一部を除き、ワンマン運転を実施している。運用車両はすべて下関総合車両所配置のキハ40型か基ハ47型である。キハ40型では2から3両で運転している場合も、ある。車両所のある新山口駅と徳山駅の間で、回送列車が運行されている。 この改装列車は2006年3月17日まで旅客を扱う岩徳線経由の新山口発岩国行きの営業列車として運行されていた。またかつては逆の岩国発新山口行きも運行されていた。国鉄時代には新南洋駅を発着する列車もあった。列車の速度は山陽本線経由より遅いものの距離が短いため、 ダイヤによっては当線の列車が山陽本線の先発列車を追い抜く形で岩国駅や徳山駅に先着するケースもある。例えばかつて山陽本線下りで山陽本線の普通列車が岩徳線より数分先発するものの貨物列車の退避のために柳井駅にて数分停車するため徳山駅には岩徳線の列車が先着するケースが見られた。 2018年12月現在のダイヤでは、そのような事例はない。また、下り始発の岩国駅5時発の徳山駅や、上り最終の徳山駅22時16分発の岩国駅は、山陽本線では、列車の運行がない時間帯に運行されており、終着駅まで先着で行くことが可能なダイヤとなっている。国鉄時代は、 運行本数が少なく、末期に昼間毎時一本程度にまで増発されたが、2002年に1、各年度の平均通過人員、旅客運輸収入は以下の通り。岩国駅停車中の午前の岩徳線客車列車徳山駅。機関車は、デジ1053。1920年代に建設が始められた岩徳線は、1934年に全通に至った。 全通後は直ちに山陽本線の一部とされ、元の山陽本線部分は屋内線と解消された。しかしその後、山陽本線の複線化が計画された際、勾配やカーブが多く、長大トンネルをもう一本掘らねばならないことから、複線化は元の山陽本線である屋内線経由で実施されることとなった。屋内線は1944年に伏線化が完了して、 山陽本線に再編入され、こちらは岩徳線に改称し地域輸送路線となり、その後は特急、急行などの優等列車が運行されることはなかった。なお、山陽本線はその後電化されたが、岩徳線は電化は行われず、一時期あった電化計画も白紙に戻されている。戦前、山陽本線の一部だったその経緯から、全通時に開業した駅の構内は、 感染級の有効長が確保されており、非常に長い。かつては午前、午後各一往復の客車列車があり、1971年までは蒸気機関車、以後はディーゼル機関車が懸任、おはに36型を含む、旧型客車10両の長大編成も見られたが、その後5 0系客車に置き換えられた後に廃止。現在では、最長でも朝夕に2から3両編成の機動車が、 発着するだけで、その機能を持て余している。しかしながら、山陽本線岩国駅くしけ浜駅間が、災害などで不通になった際には迂回路として、使用された実績もある。山陽本線は、海側の屋内経由に戻ったが、現在は、山陽新幹線と山陽自動車道、国道2号が、距離の短い岩徳線に並行するルートを通っている。当線、編集。 岩徳西線、編集全通後、編集運行形態上、岩国駅徳山駅間を記載。岩徳線所属駅において、直営駅及び業務委託駅はなく、西岩国駅、久賀駅、周防高森駅が簡易委託駅であるものの、それ以外の駅は無人駅である。ありがとうございます。